前回に引き続き今回も長崎への UI ターンをテーマにしようと思います。 UI ターンをする方は近年増加傾向にあるということでしたね。昨年度は過去最多でしたしね。そして UI ターンされた方が地域に溶け込むお手伝いも重要ですね。確かにそうだよね。そこで今回は UI ターンをした方が地域に定着するための支援についてお伝えしたいと思います。広報二課は県民に分かりやすくかつ有意義な広報番組を提供するため、自らレポートし自ら伝えるメンバーを集め、特別に編成されたプロフェッショナルの広報集団です。県ではどのような支援を行っているんですか？はい、安心して UI ターンしていただけるよう様々な支援を行っていますが、その一つとして UI ターン希望者と地域の橋渡し役となる移住コンシェルジュを県内で69名の方に担っていただいております。移住コンシェルジュっていうのはどういう方々なんですか？はい、 UI ターン希望者からの相談対応や地域住民への紹介などきめ細やかな支援を通じ地域への定着を推進している方々です。他に県ではどのような支援を行っているんですか？はい、また移住後の住まいへの支援といたしまして、空き家の所有者と住まいを探している UI ターン希望者のマッチングを行う空き家バンク制度を県内17の市町で運営しています。県でも市町と連携し空き家の情報発信など UI ターン希望者の住まいの支援に取り組んでいます。 UI ターン者に空き家を利用してもらうことは防犯面も含め空き家の適切な維持管理につながります。空き家バンクへの登録について詳しくはお住まいの市町へお問い合わせください。さらに私は移住コンシェルジュの方を訪ねてお話を伺ってみました。浜田さんは移住コンシェルジュとしてどのような活動をされているんですか？具体的には移住を希望している人が市役所の方とかに連れて回られている時にそこに同行することもあれば、ここに直接来ていただいてお話しすることもあるんですけども、あそこに行ったらとかっていうアドバイスも普通に地域の方がしてくれるので、私はなんかもう単純につなぎ役みたいな感じで活動してます。人をつなぐ力がとても強いので、いろんな人につないでもらえて僕たちもすごい生活がしやすいですし、2ヶ月半とは思えないぐらいいろんな方と知り合うことができて、普通に本当すごく楽しく過ごせてます。はい、空き家バンクの紹介もされてるんですよね？はい、空き家バンクは借りる側からすると安い値段で手に入って、かつ空き家のリノベーションを OK してくれる大家さんがすごく多い。それはすごく借りやすいと思います。移住経験者でもあるので、分かんないことは何でも気軽にここに来て相談してもらったらなと思ってます。移住コンシェルジュはその地域に定着しようという方にとってとっても心強い存在だよね。人と人とのつながりを生むという点でもとても大きな役割を果たしていますね。これからさらに長崎県に UI ターンをされる方は増えていくでしょうし、活躍が期待されますね。ところで今回の番組の内容は県の全世帯広報誌伝える県長崎8月号にも詳しく掲載されています。番組と合わせてご覧ください。では今回の内容をもう一度確認という方は長崎県のインターネット放送局よかテレで